はい、勢いに乗りたい週刊ニャンニャン始まるよということで、もっこ大佐ことキャベ太郎です。はい、ということで始まりました今週の週刊ニャンニャン。このコンテンツでは1週間の J リーグや日本代表などのサッカーに関わる話題を2人でさまざまな角度90度180度360度、切り込んでいこうというコーナーでございます。毎週火曜日19時更新となっておりますので、J リーグも残りわずかで寂しい、物価状況でお財布も寂しい、そんな方は週の中頃にこちら聞いていただいて、時間を大いに浪費していただければと思います。はい、でですね、告知なんですけど、最初に告知をさせていただきたいんですが、当チャンネルではですね、2本の軸で、運営しておりまして、毎週火曜日にはこちらの、ラジオ、そして、金曜日には、プレビューの方を投稿しておりますので、よろしければそちらも視聴いただければ嬉しいです。今シーズン希望を見出すのが難しい状況ですが、とにかく楽しみましょう。はい、期待しましょう。そしてがっかりしましょう。はい、はい、キャベツさんどうですか、ご挨拶ありますか。もういいや、はい、今日やる気ないから俺酔えんだもん。お前ほんとよくそんなシャツ着てられるよな。いやいやいや、なんてこと言うんだよ。恥ずかしくて着てらんねえよそんなん。やめなさい、本当に本当にやめてください。いや、ちょっといや、こんな当たり前でしょ、こんな当たり前の意見じゃないですか。いやダメですはい、はい、ということでね、まあね、ちょっとこのコンテンツの中でね、キャベツさんもね、考えを整理していただければと思います。はい、で、まずね、お便りの募集をかけさせていただきます。次週のお便り募集なんですが、まずね、このコーナーですね、ラジオではスタミナコメント、略してスタコメと称して皆様とのコミュニケーションの場を設定しております。毎週お題を出させていただいておりますので、どしどし、お便りを募集しております。そして、今週のテーマ、今週というか次週のですね、テーマですねは、残り数試合リカ賞に期待すること、こちらで募集をかけさせていただきますので、皆さんのご意見よろしくお願いいたします。でこの動画の、ね、コメント欄に、記載いただければ、私の方で読み上げさせていただきます。もしくは恥ずかしいという方はラジオネームと一緒に、ツイッターの DM にてご連絡いただければと思います。はい、そしてですね、今週のコンテンツなんですが、一つ目サンフレッチェ広島戦の振り返り、二つ目 WE リーグカップ初代王者浦和レッズレディース、そして3つ目 ACL 追加登録に関してですね。で4つ目にスタミナコメントといって、まあ、いつも3番目にね、コメント募集のコメントのコーナーを挟んでいるんですが、今回は4つ目に移動させていただきました。そして5つ目はサッカー日本代表の強化方針に関しての、5本立てで話を進めていこうと思います。はい、じゃあまず、キャベツさん振り返りからいいですか。はい、はい、いきますか。はい、はい、触れたくもできる。はい、振り返りですね。サンフレッチェ広島さんですね、10月最初の J リーグは1年目スキッペ率いる、強敵広島、アウェーのエディオンスタジアムで試合は行われました。天皇杯ルヴァンカップも敗退して、リーグも上位を目指すには難しい状況の浦和レッズ、結論から言いましょう。セレッソ大阪戦よりはやれていたけども、結果は4失点の完敗。プレビューの中でも議論になりましたが、ハイプレスを仕掛けてくる、相手に対して、浦和レッズはゴールキーパーがしっかりつないでポゼッションしていく、がっぷり4つのスタイルで、挑むという選択を取りました。はい、結果、岩尾選手と西川選手のつなぎのミスからのゴールを皮切りに、最終的には合計4失点、途中出場のリンセンのスラッシュから渋谷選手のゴールで1点を返すも、とどめの三津さんのフリーキックで、終わってみれば4対1、2戦連続の4失点での敗戦という結果に終わりました。はい、そして、じゃあポイントからいきますかね。1つ目、またもハイプレスに四苦八苦。はい、キャベツさんどうでしょう。まあ、うん、ちょっとハイプレスやられるともう手がないよねっていうのがこの数試合見えてしまっていて、うん、まあこの残り、うん、数試合で修正できるっていう感じもまあ今のところないから、まあ、対戦相手はやっぱ似たようなことをしてくるんだろうなっていうのが予想つくんだけど、うんうん、ちょっとシーズンの終わりにかけて結局、まあ、シーズン序盤の時に苦しんでたような状況にまた戻ってしまったっていう形でしょうかね。うん、そうですね、だからそのなんだろうな、あのハイプレスを試行する相手がね、2戦連続で続いたっていう、まあ、不運もあるんですけど、実は次もねハイプレス
なんですね。あ、トスさんもね、うん、はい、だからちょっとあの試練は続きますけど、で、なんだろうね、もうすぐにさ解決可能なのはさ、つなぐのをやめるしかないんだけど、なんだろうな、やっぱりこうでも見ていて、ずっとね試合の方見ていて、多分ストレスに感じている方もいらっしゃって、もう蹴れよって思ってる人も結構いると思うんですけど、どうなんでしょうね、全体の意見は。やっぱこのままつなぎの方にこだわってやった方がいいんでしょうか。あの、なんかどっちもだと思うんだけどな、俺。いや、そうだよね、結局なんか、俺たちみたいな人はさ白黒つけたがるんだけどさ、まあ、そういうもんじゃないんだよね、おそらくは。だから、全部できないとやっぱりいけないんだよ。で、そうだと思う、全部っていうのは攻撃もつなぎもあれば、やっぱロングボールっていうのも選択肢にはあるわけだし、まあそういう綺麗なだけじゃなくて、そのフィジカルでやっぱデュエルで戦わなきゃいけない部分もあれば、やっぱ守備もしっかりしなきゃいけないっていうのも、やっぱ全部なんだなっていうのは分かってはいるんだけど、いるし、そのまあ、昔からやっぱりそのまたねトラウマの話をさせてもらうと、ミシャ時代からさ、はい、やっぱりああいう風に自分の陣地でのさボールロストから失点ってすごく落ち込むし、印象にものすごく残るじゃない、そういうのがあって、やっぱりファンサポーターの中でものすごくネガティブに捉えられてしまう、ちょっと過剰にネガティブに捉えられてしまうっていうのは、俺はあんまり好きじゃないんだよね、まあ、そういう前提がある中で、まあ、今これからどうしようっていう話なんだけど、まあ、それもやっぱ難しいのは、やっぱりチームのね成長ってことを考えたら、これを放棄してはいけないような気もするのよ、でもじゃあそもそもこの戦術はどうなのっていう話にもまたなってしまうし、じゃあ今シーズン勝ち点がまあこれから重ねられずに順位がねまあ少し下がってしまったりとかして、まあそのリーグ戦で入ってくるような賞金みたいのが下がってもいいんですかっていう話もあるし、これはなんかこう本当に物事が複雑で、こうやっぱいろんなね、やっぱ最初に言ったけどね、90度180度360度いろんなところからまあ見ますよね。だからその見方によってそれぞれ人の意見っていうのはまあ変わってきちゃうんだよなって思う、まあそうだね。だからちょっとそのあれだよね、そのポゼッションを志向しているチームでうまくいってるチームはまあね大勢多くね存在する中で、このリカショーのサッカーでどれだけ上積みを期待できるのかってところを、残りのね残り試合も本当に少ないですけど、というところを中心に個人的には見ていけたらなと思いますけどもよ、けども、だけどもだっけど、あの2つ目に入れさせていただいたんですけど、本当に前線に高さはいらないんですかっていうのが気になるところで、あの基本的には思考しているものはあのポゼッションだとしても、あのシンプルにあの蹴るサッカーもやっぱりできないと、できないとというかっていうオプションを持ってないと、あのやっぱ終盤こう大きくゲームを変えるように切り崩すことができないと思っていて、でそれからするとやっぱりボールの収まる選手っていうのはあの必要なんじゃないんですかっていうのがあって、でその思考しているサッカーが違うみたいな、電柱タイプが欲しいみたいなことを言うとさ、そういうなんかことがさ、あの西野 TV かながツイッターでなんか言ってたと思うんですけど、個人的にはあのオプションとして持っておくべきものなんだと思うんですけど、いやーどう思いますか。いやなんか、まあ、そもそもフォワードが少ねえっていうのもあるんですけど、収まる選手は必要だったと、あのまだね数試合残ってますけど思います。だから次のシーズンに向けてね、これは、そうね、でもそのそれはやっぱり何、その自分の陣地の深いところからクリアボールを蹴って、そういう時にっていう話、っていうのはさ、だから後ろからさ回し、その例えばゴールキックからのリスタートで後ろから回すじゃない、
それがうまく回らないからっていう時の選択肢でロングボールっていうのは、なんかちょっとなんていうのかな、なんか違う気がするんだよね。その、だったら その時にもううまくいかないっていう判断があれば、つなげないられないからボンじゃなくて、この時間帯はこっちで行こうっていうのとかは、必要かなって思うんだけど、逃げのロングボールでを収めるために、例えば前線でじゃあ、松尾選手を外しておいて、とりあえず入れときますかみたいなのはなんか違う気がするんだよな。まあ確かにキャベツさんの言う通り、言われてみればそれをやったのは杉本選手がいた頃結構やってたよね。とりあえず蹴って杉本収まるからみたいな、そこあの時代を思い出すってことだよね。っていうよりもさ、まあ、だからでもさ、自分たちでさ、こう距離を開いちゃってるじゃない。だってつなぐために、でスペースを作るためにさ、選手間の距離が離れちゃってるじゃない、だからどんなに競り合いの強い選手を置いたとしても、やっぱ周りにいないからセカンド拾えないんじゃないかなっていう。確かにね。でなんか三ヶ島ももう少し蹴ればよかったみたいなことを試合後に言ってたかと思うんで、全く気づいてないってことはないと思うから、ちょっとこの 今後ね、またおそらくハイプレスしてくるであろう戸津さんとの相手だから、まあ、短期間でね、三ヶ島の思いとか考えてるのがプレーで見れるというね、幸せよ。幸せでしょうか。苦行じゃなくて。いややっぱでもすぐにやっぱりさ、答えが答え合わせできるから、その分点はなんか今この対戦順はなかなかもうほら、なんて言ったらいいの、その可能性がないからさ、タイトルとかっていうものに対して、だからそういうもので言うと指揮官の評価しやすい状況は今作られてるよね。臨戦も戻ってきたしね、はいっていうところですね。はい、なんかそうです。だからちょっとね、前線の高さっていう意味で私はスタコメの方につながるので、ちょっとねここまで触れませんが、でもなんかその、ね、試合後のコメントであったの、もう一つあったのは、やっぱりその、多分まあ監督コーチ陣の判断と、まあ、ピッチレベルでの判断にズレがあったみたいなことが書いてあったと思うんだけど、やっぱそういう時に俺はちょっと、まあ、申し訳ないっていうわけでもないけど、気になっちゃうのはやっぱベテラン陣だよねっていうのは、まあ、西川選手、あと岩尾選手が、ちょっとなんかこう肉体的な疲労以上にちょっとやっぱり精神的な疲労も結構ここに来て来てるんじゃないかって、出てるんじゃないかってちょっと思っちゃう失点目だったよね。あ、まあね、なんか、そのさ、サッカー最近よく言われるようになってるじゃない、90分でさ、その集中力が持たないっていう話がある、ね、その、まあ、根性論でやってた時代とはまた違って、やっぱりその90分人間が集中力を切らさずにプレーし続けるっていうのは結構人体的にの限界的に無理だっていう話がどっかで聞いたことがあるんだけど、まあ、それと同じようにやっぱりこう肉体的なものじゃなくて、こうやっぱ集中力、精神的なものみたいなところがやっぱシーズンが進んでった時に、やっぱりベテランの、まあ、ベテランって言われたら嫌かもしれないけど、そういうやっぱ年齢が上の選手にとっては見えないところでやっぱり蓄積されてっているのかなっていう風なちょっと感じが俺はしてて、まあ、それにプラスやっぱりこう新しいことを学ぶっていうものの難しさっていうのもさ、このラジオで何回か話してるじゃない。だから俺たち弱小校のサッカー部なわけよ。で前言った話をしたじゃない、後から来た監督がね、俺らが高2ぐらい、はい、高2、高3ぐらいに来て、なんかインサイドキックの練習、なんか教え、蹴り方を教えてきたっていうのを俺すげえ反発したじゃない。で、まあそれ、俺直接そのストレートな思いで、いや、なんで今更教わんなきゃいけないんだって思いがあったっていうのが俺の素直な思いだったのよ。だけど、
よくよく考えると俺はそう考えると中学の時とかもしっかりとサッカーを習ってないんだよね、うんはいはい、だからサッカーを習うっていうこと自体にやっぱりちょっと抵抗があったんだと思うの、うん、それはまあ技術的なものだけじゃなくて戦術っていうのも、まあ、習う機会があったとしたら、うん、高校生大学生になってから習うことがあったとしても受け入れられなかったんだと思うんだよね、うんはいはい、だからやっぱり若い方がいろんなものは吸収しやすいと思うの、うん、そこがやなんかこう今やっぱ岩尾選手にかなり依存してたじゃない、こうそうだね、ちょっとこう、うん、中盤戦で盛り返してきたっていうのでここからもうちょっといけるんじゃないかっていう時に、うん、やっぱ岩尾選手に依存度がすごく高くなってしまってちょっとこう周りの選手とかもちょなんかこうやっぱ中心選手だしベテラン選手だしっていうのでリスペクトもあるしだなんかこうでもプロの選手の中でみたいなのでなんかこうやっぱ噛み合わなくなっちゃったのかなっていう気がしてて、うんそうね、だからまあ確かにねあの一瞬ではね集中力を欠いていたってまあ思いたいそう思ったか気が楽だよねそういやまあまあまあいやでもでもその集中力っていうのはだから集中力が切れるんだとしたらそれはでも仕方のないことだんだけど予想がつくことでもあるからあの戦術をやってたら結局はやっぱ90分で1失点ああいう失点がまあ90分はないかなまあ 2,3 試合に1回ああいう失点があるのはしょうがないっていうことなんだよね、うん、そうだねまあ、選手たちがどう捉えてるかちょっと気になるね、うん、それはあれであれはあれでいいっていう思いで全員言ってるのか、うん、それともちょっとああいう失点してたら勝てないよねって思ってる選手がいるのか、いやそのあれだな、今最後に言ったああいう失点してたら勝てないよねって思ってるっていう人がいたとしたら先がないな、ちょっと悲しいね。いや俺もこの1失点目した段階では、なんだろう、まあ、まあ、あるよなって思ってた。あ、そう。うん、受け入れた。ただ、ね、受け入れたの、自分を守るためだね、たぶん。どういうこと？まあまあまあ、いや、だって、おい、ふざけんなよ、そんなミスしてんじゃねえよってなったら、もうその後ね、冷静に見られないから。まだちょっとサッカーを楽しみたいっていう思いで、まあ、まだまだこれからっていうそういう風に思おうとしたってやつね。そう、うん、そう、はい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 、でもねリプレイを何回見てもねダメなだからもうちょっともう見るのやめたけどでね同じように多分その3失点目もその守備のね乱れというか個人的に気になったのは岩波選手のポジショニングに対してまあなんだろうな西川選手が縦につけるっていう方を選択した結果、うん岩波選手のねあのチェックが遅れてその満田選手にワントラップでいいとこ置かれてニアウェズドンっていう、まあ、満田選手のシュートも素晴らしかったんだけどね、うん、っていうところでちょっとあれですね守備の方のが気になりますねとにかく、うん、守備、うん、守備陣の攻撃、うん、でもじゃあ逆に攻撃陣の攻撃はできてんのかって言われたらできてないような気もしない。そうなんですよそうなんですよ。いや、本当にこの試合、もう覚悟を感じましたよ、試合の開始直後から。ゴールキーパーも含めて、パスを回すんですねって。もう心の中で俺、リカショーに問いかけた。それでもやるんだな、がっぷり4つって。でね、回すのはいいのよ。剥がせても遅えのよ。いや、ちょっと、意味ないじゃんと思って。何のためにそのディフェンスラインでパスをしっかり回してさ相手引きつけたのよと思って、うん、そうそう攻撃1点攻撃に転じた時のなんか引き出しが少なすぎて、うん、そっちも気になった正直。だからどんどんさ、うん、そのなんかポゼッションっていうかボールを回す位置がどんどん下がってるよね、うん、うんうんそのそうだ、ね、で自分の陣地からボール回し始めるとさ綺麗なパスをやっぱり3回ぐらいやんないといけないんだよね、うんうん、その相手を剥がすためにシュートまで持っていくにはね、うん、でなんかこの試合でうまくいったのは多分1回か2回ぐらいかな、まあ、前半の中でも1回ぐらいはあったような気はするんだけど、うんうん、そういうレベルの選手が揃ってるのかどうかっていうのもあるし、
じゃあ揃ってなかったら諦めんのかっていうのもまた難しいし、まあ話戻るけどさ、いやもう分かんないんだよね。そうね、だから前半はだからそういう意味でもうなんか自己的な意思点がね最初の方にあって、それでも、うん、あのやれてた部分があったっていうのは、まあ、小泉選手が降りてくる形、うん、まあ、あくまでサポートなんだけど、では、うん、あの攻撃に転じることができてたから良かったんだけども、うん、ちょっとそこ の, あの1点攻撃に転じた時のスピード感っていうところに対しては、あの もう少し攻撃陣もあの頑張りしろがあるのかなっていうふうに、あの個人的に見てて思ったので、次期待してますよ、うん、あの期待してるんだ。ちょっとプレビューね、プレビュー別にあげるんですけど、うん、まあ両翼のスペースがふんだんにありますから、相手、まあそう、うん、まあ、トスはトスさんも結構なかなかそのサイドの攻撃に特徴を持ってるんで、ああ、まあ難しい相手ではあるのは間違いないけども、うん、っていうのね、ちょっと気になりました。はい、まあでもそのポゼッションがさっていう話なんだけどさ、うん、でも今スタッツ、まあ、で見てると公式のやつじゃないけど 50-50 なんだよね、うん、広島浦和で、うん、でまあ、そのポゼッションを狙ってるわけではないと思うんだよ、多分、まあね、うん、ポゼッションっていう言葉が使いやすいから俺たちも使っちゃってるけど、うん、まあ、だから、うん、でもボールを大事にする保持するっていうことなんだよね、うん、多分ね、まあ、だから、うんうん、そのポゼッションのパーセンテージが、ね、そんな高くないっていうところに、まあ、あんまり、うん、まあ、そんなにネガティブには思わないんだけど、まあうん、でもシュートの本数が広島20本浦和が11本って俺が見てるので出てて、うん、でもまあオンターゲットは9本7本で、まあ、そこまで差がない、うん、でまあ、あとパスの精度とかパス回数とかはまあほとんど同じなんだよね、うん、なんでこんなになんかネガティブに俺たちなんか考えなければいけないのかなっていうようなコテンパンな負け方なんだけど、うん、なんでですか、うん、満田がうまいの。いや、三つ田はうまかったよ。で、あれよ、三つ目です。あの、三つ田もそう、西日も味方にっていうので、やっぱり、試合を通して、90分間の戦いで、より計画的に進めてたのは、やっぱり広島さんだったんだなって思うようにしました。っていうのは、やっぱりこの西日云々の話も、やっぱ最初、キックオフ前のポイント数の時点で、もうエンドを、ね、交代する選択も広島したから、まあ、あの時ね、まあ、コイントスってまあ運だけど、もうその時からもう勝負は始まってて、もうしっかり生かしてたよね。もうだってあの西日の角度とフリーキックの蹴る位置の角度、まあ西川選手のあのポジショニングもちょっと問題はあったけど、あの4失点目のフリーキックに関してはもう、どうぞゴールを狙ってくださいっていうばかりの条件が揃ってたよね。距離は遠いけどさ。うん。なんでさ、なんでさ、うん、なんでさ、ミスターはさ、うん。うん、あんなにさ生き生き元気はつらつできてさ、川崎も大卒の選手があんなにさやってやるっていう感じでさうちの大久保選手吉尾くんとか、うん、ね、うん、まあちょっと戻れば柴戸選手もそうよ、うん、なぜ壁にぶち当たるんですか。いやでも戦う男の目はしてるよ。なんだこれ。まあ例えば、やっぱ隣の芝生は青く見えるもんでさ、まあ、やっぱり よく見えちゃうよ。うん、そういや、なんかさ、生き生きとしてるように見えちゃうよ、全然。でも、生き生きしてるよね。うん、まあ、成績も、まあ、ね、まあ、出てるんだし。三田選手はね。うん、まあまあまあ、確かに、まあ、広島に関して言えばね、は、うん、他にもね、若い選手でいろいろいて、まあ、まあ、この試合はでも、まあ、森島選手もかなり活躍してたけど、うん、あの、あれ川原選手だっけ、川島選手が今出てきてる選手でね、ちょっと前にいたじゃない、ジュビロかなんかにレンタルしてたりとかさ、あの選手ももういなくなっちゃったのかな、広島は。あれ覚えてない、川原じゃなかったっけ、なんかいたよね、中盤で真ん中の。海外行ったんじゃなかったっけ、違ったっけ、海外行ったっけ。まあまあ、でもなんか名前違う気がするんだけど、まあなんかちょろちょろちょろ出てきては、なんかまあ確かにちょっとなんかチーム内でのポジション争いに負けてっていうか、で、なんかまあ完全には出れてないっていう選手は、まあ、確かに広島もいたかもしれない、うん、まあそっか、他人の芝生なんですかね、これが。そうだよ、そうよ。だから、
あれよ、だチーム状況が良ければうちだって多分そういう風に見えるんだよきっと。だからあ、じゃあ全部監督のせいだ。いや監督じゃないです。監督じゃないです。じゃあ誰のせいですか。いやだから結局だからこれもさ、ほら選手補強に関して本当にその李科生の意思が 100% なのかっていうところもいろいろあるからさ、その首脳陣含めてだと思うぞ。でもなんか誰か犯人にしたいじゃん。もうなんかちょっともうブッブーだよブッブー。いやでもお前ちょっとレベルがちょっとなんかどうしちゃった。いやもう本当誰かのせいにしたいもん。いやなんかちょっと、いやそれはねみんなそうだと思う。いやマジで今日はきつかった。だってさもう夏終わってさ、まあね、昼間の試合になると俺夜中の2時だったんだよ試合見たの。2時から4時だよ、まあね、起きてってさあの失点見せられるとさもうなんかカクンってなってさ、なんかその後なんかカクンってなったと思ったらさ、なんか 2,3 点で決められててさ、でもなんかその後もなんかまたカクンってなったらさ、なんかリンセンがちょっと出てきてさ、でなんかリンセンがこうボール持ってるの見て、あちょっとできそうだなって思ったら試合終わってたもん。いやだからね、まあということでね、あの最後ですこの試合の振り返りは、もうリンセン再起動。気配はプンプン、もうこれに尽きる。いやもうだからね、もうやっぱストライカーだわ。ああもうあの動き出しとかもういいよね。止まる、走る。どういう選手、簡単に話すとどういう選手に見えた？やっぱゴールエリア内であれだよね、その駆け引きがうまいなと思った。その一回ね、あのユンカス選手からパスもらってシュート打って、うん、ヘディングでもう止められちゃったけど、うん、っていうシーンもあそこもしっかりニアに走ると見せかけて一回止まって中に留まったことでチャンスが生まれたから、うん、ああいう駆け引きはやっぱうまいんだなと思って、うん、あのやっぱね俺武闘派だからさ、あの、うん、闘魂主義なのよ。だからもうああいうシーンだともうニアに走りきれって思ってガッとねニアに走りきって作れろってまあ俺らみたいにフォワードやったことない人はそういうことをねやるよね。うん、やっぱだから期待感はあるなと思った。だからそういう意味で動かない勇気ね。そうそう、でしかもそのユンカーもさ、ああいったゴールエリアの中に入っていくシーンであのパスを出すって選択ってめったにしなかったのに、うん、あのシーンはしっかりパス出したから、うん、やっぱこのツートップじゃない、やっぱもう外国人ツートップじゃないか。外人任せの、今までのそう今までのゼロトップだなんだっていうものを全て否定することになっちゃうけど、やっぱでもサッカーらしかったよ。結局日本人が前江坂吉尾で後ろから作って最後は外国人に任せて入れてもらうと。これですか。まあ、でもやっぱ、ね、せっかく戦力として持ってるものなんだから使わない手はないよね。まあ、もちろんそうだよ。しかもまあねマーケットバリューも高い選手なわけだし、まあ、うん、そりゃもう国籍に関わらずやってくれっていうことなんだけど、俺でも一つ気になったのはユンカーが、うん、だからまあ言い方、うん、ちょっと今イラついてるから言い方悪く言うけど、うん、やめてください。態度が悪かったじゃんすげえ。ああま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 あ、なんかふてくされたりとかさしてるように見えたりとか、うん、なんかそれがなんかリンセンと一緒に出てきた時になんかやってやる感がすごくあって、え、うん、なんかやっぱりこう欧州で実績のあるちょっとお兄さんっぽい人がいるとユンカーもちょっと変わるのって思っちゃったの。いやなんかそういう意味で、うん、なんかわかんない、それはリンカーがプロフェッショナルじゃないっていう人もいるのかもしれないけど、うん、いやそういう意味ではやっぱり、うん、あ必要な選手なんじゃないかっていうふうにポジティブに俺は思ったのよ、はいはい、ユンカーの態度を見て。なんかユンカーが一人でこうやっぱやってシュート入んなくてイライラみたいなのとか、うん、ここに出せよみたいなので怒ってるとかっていうところをもう一つこう締めてくれるお兄ちゃんが来たかなって思ったの、うん、そうね、うん、いやでもそれからするとほら希望だけるね、もうこれ足し算じゃなくて掛け算よ、もうユンカーまで良くなるから、もうやっぱこれで次リンセンユンカーで行きましょう。まあ、もうヒールはやめてほしいけどね、ヒールで肉離れだけはちょっともうやめてほしい。でそうヒールをしようとしたら止めてほしいみんな。無理すんだ。そう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 。でもなんか俺は見ててモッコは、まあ、ザ・ストライカー、うん、ペナルティエリアの動きみたいな話をしたけど、うん、俺はどっちかというと、うん、やっぱフィジカルの
強さが特徴なんじゃないかって最初に思った、うん、でなんかそういうフィジカルの特徴と、まあ、そういうなんかゴールのを取るっていうののバランスが結構いい選手なんじゃないかって、フィジカルだけにこう頼るわけじゃなくて、フィジカルがベースにある、強いフィジカルがベースにあると思う。あの、まあ、身長そんな高くないけど、多分ボールも収まると思うんで、臨戦だったらね、結構無理ができると思うの。まあ、それにやっぱプラスであのペナルティエリアっていうの、最初に俺はフィジカルが来たの。でもそうするとあれだね、ついに秋元選手のポジションが一つ減ってしまう。おやおや。いやでもね、秋元とかさ、去年もっとさ、がむしゃらだったよね。まあ、印象でしかないけど、確かにそれは、まあ、なんとなくわかる。うん、なんかさ、ね、なんか偉くなっちゃったの？いや、そんなことないと思うけど。まあ 2年目となるとやっぱり思うとこはあるんじゃないか。うまくいかないとことかさ。いやお前が輝くとこはそうじゃねえだろ。お前はカレーだ。そうだね。いやなんでスラムだ。高さねえから魚住みタイプではないで。赤木違うだろ。お前は泥にまみれるカレーじゃねえかって。じゃあカツラ向きしてもらってね。誰かにゴール裏で牧野選手とかがいきなりピッチにカツラ向きしてもらって、魚住確かあのゴールの下あたりになんかこういなかったっけ。だから お父さんお父さんかって言われてたやつね。いやだからゴール裏でカツラ向きしてさ、こう誰かがさ、お前そうじゃねえだろっつって。ダメです、刃物持ち込んじゃダメなんで。ブブーですか、ブブーですか、ブーですね。はい、じゃあ、こんなところでね、振り返り、最後ね、希望が見えてよかったですよ、本当に。まあね、臨戦期待だね。でも、いや、臨戦期待してるよ。うん、臨戦は やると思う、俺は。うん、はい。ということでね、続いては、10月8日のホーム突戦ですので、こちらプレビュー用意しますので、はい、皆さん、諦めないで。何よって言われると言えないけど、もうとにかくね、このサッカーを楽しめるっていうところに幸せを感じて、伸びしろを見ていきましょう。できるだけ、はい、ということで、振り返りは以上でした。はい、なんかあれだね、なんかいいことを言おうとして結果ダメだったけど、はい、頑張りましょう。はい、ということでね、だいぶね進んでしまったので、高評価チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。はい、はい、で続いて、こちらですね、明るい話題です。はい、三菱重工浦和レッズレディース B リーグカップ優勝、初代王者、唯一無二です。はい、おめでとうございます。暗いニュースの後のにおめでたい話題を提供してくれました。今季から始まったサッカー女子プロカップ戦、WE リーグカップ、10月1日に西ヶ丘で行われた決勝戦、相手は、日テレベレーザですね。前半からチャンスをね、浦和レッズ迎えるものを得点できませんでしたが、ベレーザは3点をですね、早いうちに、得点を取って、3点のビハインドを追ってしまいます、浦和レッズ。マジか。はい、ただし、後半30分からの猛攻で清家選手、安藤選手、菅沢選手の PK で同点に追いつくと、で大会方式によってまあ延長戦はないんですが、PK 戦に突入したこの試合ですね、2人失敗のベレーザに対して4人成功した浦和が、見事優勝を決めて唯一無二の初代王者、もう初代王者は1チームですから、はい、確かにな、になりました。うん、ね、2年目となる22-23シーズンは10月22日に WE リーグ開幕します。で10月23日にですね、埼玉スタジアムで浦和レッズレディースは、長野を相手に開幕戦戦います。男子のワールドカップはもうすぐなんですが、女子も来年ニュージーランドとオーストラリアの共催でワールドカップが7月に開幕するので、この WE リーグも、非常に重要なシーズンとなっております。昨シーズンはね、アイナック神戸の優勝、浦和は2位で終わりましたが、今シーズンね、好スタートを切れたので、このままの勢いでリーグ制覇も期待しております。はい、まあね、男子も女子ももう相乗効果でね、もうライバル、もうチーム内ライバルよ。そうですか。もう競ってください。もう時代は女子だって言われちゃうね、はい、これはね。いやでも、まあそうね、いやだからでも正直ね、俺ね見れてないのよ、レッズレディースの試合ってね。うん、で、はい、まあ、いやなんかね、それでね、なんかなんで見ないのかなっていうふうに思ってたんだけど、うん、やっぱ理由として違うリーグの男子を見ちゃうんだよね。その、うん、J リーグだけじゃないじゃない。で J リーグオフになっても海外ね、
あのヨーロッパやってるじゃないで、うん、世界中でサッカーやってるからさ、いろんな、うん、なんかもう時間をずらせばさ、全部ブワーずいつでもやってんだよ、うん、本当に。いや、まあね、うん、ヨーロッパもアメリカも日本もやってるから、ね、ちょいちょい見てるとさ、うん、1日終わっちゃうって、まあ、そういうのもあって、まあ、ちょっと女子って見れてないんだけど、うん、本郷選手はもういないのね。いますまあでも分かる分かる分かる、うん、なんかね、浦和の女子サッカーっつったらやっぱ本郷選手だよね。だよねだよね、うん、いや分かるよ、すごく。いやでも選手もう姉さんって感じだよね。いやそうそうなんだよ、ね、でもさ女子もさ選手の入れ替え代わりが結構やっぱあるよね、サッカーはさ、うん、なんか、うん、あれいないっていう、なんかでメンバーを見てるとさ、はい、あれあの人いなくなったのっていう選手が結構いてさ、はい、でもあれか、柴田選手なんかもうかなり長い、うん、そうね、のかな、うん、うん、いやーだからそういないですよ、本当かレイナス時代じゃねえのか、レイナス、確かにそうだレイナスだよ、そうだそうだ、よくその名前を今久しぶりに聞いたね、うん、柴田選でも柴田選手とあとは、まあ、清家選手と、うん、まあ、安藤選手はね、確かに、まあ、本郷選手に次ぐ。まあまあね、それレジェンドでね。まあ、あと、猶本選手と、あれか、うん、菅沢選手か。まあ、ユイカね、これがね。うん、このあたりまでは知ってるけど、俺、このなんか、一桁番号の選手とか、あんまり知らないな。佐々木真優選手、まあ、上野咲希選手、まあ、おさふねって読むのこれ、長船じゃなくておさふねかな選手とかいろいろいますけど、まあね、うん、その確かにあのキャベツさんの言う通り、あの人間ね24時間しかないんですよね、うん、だからそういった意味で時間の奪い合いになって、そうだよね、あのだから厳しい面はあると思いますけど、うん、あのなんだろうな、もう少しねプロモーションの方で頑張ればあの勢い乗れる気もしないでもないので、まあ、まだね2年目ですから、うん、って言ってもね、こういったプロリーグって B リーグとかもそうだけど初速が大事な面あるから、ちょっと1年目は、まあ、正直ねそのチームの成績とか、うん、そういうのは全く置いといて、うん、あのプロモーションの面でもう少し頑張りしろがあったんじゃないかなってほんの少し思ってしまうかなと思う。そのプロモーションっていうことをさ話するとさ、うん、この W リーグカップっていうこの名前ってさ、うん、これ男子で言ったらルヴァンカップに当たるもの、うんうん、そうだね。だけどそういうスポンサーがついてないってことなのかな、うん、もしかすると W リーグか、ごめんなさいこれは分からないですね、リーグはヨギボーだ、ね、ああはい、そうだね、そうね、うん、なんかこうかバーンってさスポンサーの名前が入るような感じだと、うん、どうでしょうか、入ってるかもしれない、もしかするといやそうだからはっきり言えねえ、そこは申し訳ないけど、はい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 、はい、うん、っていうのでまあね、だからもう本当におめでたいことですし、今後ねキャベツさんの時間をガンガン奪ってください、ウラレッツレディスさん、どうする、これで週刊にゃんにゃんでレッツレディスの話ばっかしてたらさそれはそれでみんなちょっと嫌がる人は、いや嫌がる人いるでしょうし、わかんねえよいや急にあの振り返りがなんかあの話が合わねえぞ長野とかあれお前こいつら何を言ってるんだ、あ女子かまあね、あまあね、でもまあレッツだからね、うん、まあ、あの男子のシーズンは終わってもね女子は年またいでシーズンが続くので、あらそう、あの、まあ、そういう意味では面白いかもしれないですね、うん、はい、あの私たちもピックアップしてね触れてみても、はい、いや浦和に住んでたらな、ね、はい、浦和に住んでたら駒場とか普通にねチャリで行く、はいはい、チャリで行くけどね、うん、うん、そう、まあまあちょっとあれですね、要チェックっすよキャベツさん、うん、あのちょいちょい僕もあの LINE で入れるんで、あのチェックしてくださいだ、ね、しかいやしかも俺が見るようになったら逆にプロモーションがうまくいってるっていうことかもしれないしね、ああまあね、うんうん、ちょっとそんな偉そうにしてもらわないで、その辺はもう俺の心をもっと動かすようにさもっとちゃんとやれよプロモーション、はい、いやいや今もうもうブッブー多いよ今日、あそうさっきなっちゃって、はい、ということで、はい、まああのリーグもね始まりますので皆さんで、応援していきましょう、私も応援します、はい、はい、でね続いて、これはもう情報までです、うん、3つ目、うん、ACL 追加登録可能に
になりますって話で、スポーツ報知さんが9月30日に、報道しているところによると、マレーシア、クアラルンプールで会談を、アジアサッカー連盟がですね、行いまして、来年2月のアジアチャンピオンズリーグ決勝に進出している J1 浦和について、選手の追加登録を認めることを決めたと。ACL の競技規則では、決勝トーナメント中の登録メンバー変更は、ゴールキーパーが負傷や病気になった場合以外は原則的に認められていなかったが、8月の準決勝から決勝まで6ヶ月の期間が空くため、例外的に追加登録が認められることになりましたと。ということで今回の決定によって、決勝まで、進んでいる浦和ですね、今季終了後に、獲得する新加入選手を含めて、新体制で決勝に挑めることになりましたという嬉しい情報です。で、個人的には意外に柔軟なことに驚きました、うん、AFC が、はい、うん、ということでこの勢いで決勝の日程もワンチャン動かせるのでは、うん、と、スケベ心が与えてしまいました。でも確かに決勝、はい、日にちを変える以上にさ、はい、うん、結構すごいことだよね。後出しで、ね、後出しでルール変えてるっていうことでしょ。うん、いやで例外とか言うけどさ、元から分かってたことじゃん。だからなんかね、結構すげえことやってるね。まあ雑といえば雑なんだけどね、その、うん、運営上ね、うん、まあなんかそう、いやそれは当たり前でしょうっていう気持ちもありながら、いやでもそんな、うん、後出しでルールって変えていいもんなのかっていう、なんか不思議な感覚ですね、これ聞くと。そうですね、うん、はい、ということでね、まあ、うん、レッツにとってはね、うん、得だよね、だってね。あ、そうだね、うん、ポジティブなこと、うん、ということでね、そうだから追加登録が可能になりましたということで、はい、はい、スタミナコーナーのコーナーじゃない、スタミナコメントのコーナーです。はい、先週はですね、次シーズンの補強ポイント選手で募集をかけさせていただきましたが、さあどうでしょう、よりよくアイディアをですね、よりよくなるアイディアを見出すことが、皆様できたでしょうか。それでは、行ってみましょう。はい、ということで一つ目ですね、みことさんからです。来季に必要なポジションとしてコメントさせていただきます。ありがとうございます。はい、自分的には両サイドバックが必要かなと思いました。広木歩のサブとなると獲得は、難しいかと思いますが、どうしてもメインとサブの差が激しい気がして、特に左サイド、私的には右利きの左サイドバックが欲しいです。あとは真当たり選手次第ですが、という、コメントをいただいております。どうしましょうね、次々いて最後まとめますかね。うん、いいよ、うん、はい、ということで続いて白黒赤井さんです。ルヴァンカップの準決勝のホームセレッソ戦は内容結果ともにショックが大きすぎて、また気持ち的に切り替えられてませんが、お二人の会話で少し癒されました。ありがとうございます。はい、ということでモザイクの下りは爆笑しましたという話ですね。はい、まあ、ジョージモザイクでもいいんじゃないですかね。はい、ということで、アメリカ戦は、自分も、森田が MOM だと思いました。芝とはだいぶ差をつけられてしまいましたね。アメリカの選手は、ボロボロの芝生に苦戦して、ボールが足についていないなという印象を受けました。アメリカのサッカー2のエピソードを聞くと、ドノバンの頃のアメリカ代表のイメージが強いんじゃないでしょうかね、というコメントをいただいてまして、補強についてですね、セルス戦のショックが大きすぎて、現実逃避したい衝動が強いので、元気、遠藤航と橋岡っていう、その原点回帰というかですね。はい、まあ確かにね、皆さんこれらの選手に関しては思い入れが大変強いでしょうから、うんうん、精神を落ち着けるためにはね、すごくいいかもしれないですね、と書いていて虚しくなりましたが、今回ばかりはお許しをということですね。はい、だからまあちょっとね、先にちょっとコメントの、アメリカ戦の話の部分に関してね、あれですよね、ドノバン選手とあとオブライエン選手みたいなのいませんでした。いや俺ドノバンしか覚えてないわ。ドノバンもしかも名前しか覚えてないわ。そう、2002年はね、これメキシコに勝ってベスト8ですよね、アメリカって。そう、それで勝ったの、強いあのゲームシャツ。まあまあシンプルにかっこいいかなと思ってましたけど、うん、そう、まあ、しかもまあドイツにね敗退してしまうんだけど、あれも1対0で確かバラックのゴールだったと思うけど、結構してたし、ハンド疑惑かなんかなかった。へえ、じゃあいいチームだったんですか。いいチームでした。もういい、今どうですか、今アメリカはもう本当にね、あれよ、ベテランと若手の分断がまあすごいみたいでね、でも結局なんか守備できるベテランをね、サイドで使うような感じになると思うよ。いや
つまんないね。いや、なんかあのね、大久保とかさ、松井大輔って。はい、松井、はいはい、大好きだっていう ね, ねとかがさ、はい、こうさサイドでさ守備してたじゃん、うん、ハードワークしてたな、あんな感じになると思う、うん、俺はアメリカはまあまあ結果は出る可能性はあるから何とも言えないけど、なんかポテンシャルがあるだけにさ選手個々のね、まあ、なんかもったいねえなっていう気持ちはやっぱあるよね。まあ、反対に言えばでも日本のだどんだけ日本が売り込むのが下手なんだっていう話もなんかそう思ったわ、はいはいはい、だってなんかそんなにね、うん、だっていいチームに所属してる選手すげえアメリカいるけど、うん、そんなに技術が離れてるかって言われると、はいはいはい、うーんって感じだからさ、はい、なんかやっぱコミュニケーションとかさその交渉とかそういうところでなんだろうなっていうのはちょっと思ってます、うんうん、まあ、確かにね、うん、あの向こうのチーム所属チームですごくいいチームの方結構いるか割にはだったからね、うんうん、そこはちょっと日本サッカーの課題かも、ね、うん、はい、では続いてマイコーヤチさんですね。ルヴァン悔しかったですね、でも週刊ニャニャみたいな気持ちが整理できて前向きな気持ちになりました、どうもありがとうございました、代表ユニフォームの背番号は前のがかなり見にくくて不要だったそうなのでそれを踏まえ見やすさ第一に考えた結果なのかなと思います、今はスマホなど小さな画面で見る人が多いので背番号の見やすさが大事なんでしょうね、と。まあ、確かにその通りですね。そして今シーズンどのポジションもバランスよく補強できたと思うので新しく誰かを入れて補強するというよりも今いる選手をできるだけ残してさらに連携を上げていってほしいですと、優しいコメントをいただいてます、うん、選手の皆さん聞いてますか。俺なんてさこのスマホでさ、うん、スマホで見てるんだけどさスマホにさらにさゲームこのあのなんかサッカーの、まあ、そのファンタジーサッカーファンタジーフットボールの、はいはい、ゲームの画面を見ながらやるからさ、うん、あのダゾーンのやつがさこう右上にさピチって小さくなってるので見てるからね、はいはいはい、うん、スマホのこのもうなんかこの10分の1ぐらいの画面でサッカー見てるから。でもさ俺すげえなって思うのがいや他のチームの試合とかを見るとどれがどれだか選手全く分かんないんだけど、うん、レッツの試合だと分かるのね俺これ、はい、結構すげえ能力なんじゃないかって最近思ってて。まあ走り方とかね特徴があるからね、とか戦術もさここでここにここにこの選手がいるってことはこいつはこれだなみたいななんかすごいなんかいや自然となってるのがにふと気づいて、はい、あこれ結構すげえ能力だなって思った。じゃあちょっとあれだね、あれだね、浦和レッズの公式チャンネルの方で選手が走っているモーションキャプチャーを撮ってどの選手か当てるクイズみたいなのをやってもらえれば僕らやりますので案件ね案件待ってます。そう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 、まあね突然ねエメルソンが入ってきたりしてねえこれ引っ掛けエメじゃねみたいなエメルソンもなかなかじゃんもうなんつうかこうかなり前傾姿勢でそうね走ちょっとね面白いと思いますね。で、なんだ、脱線しすぎましたね。はい。で、近藤無線さんですね。いつもお便りありがとうございます。皆さんなんですがね。はい。来季、オギに戻ってきてほしいと思います。オギ。さて、ケンユーは、てんてんてんっていう話ですね。はい。で続いて、おっさんモーリーさん。現地での4対0、0対4は辛かった、補強はあるにしろ、今シーズンは控えの選手が育たなかったのが誤算なのかな。補強したら、その育たなかった選手が出ていくことになる。誰かとは分からないけどもボランチの補強がですかねっていうコメントをいただいてます。はい。で、ですね、以上がコメントですね、うんうん、はい、なので皆さんどちらかというとの追加で、ね、獲得した選手、まあ、主に誰っていうことを名指ししてしまうとあれですけど松崎海選手だったりね、正直戦力として生かせてないんじゃないかっていうのが多分気になってるところだと思うんですよ。あとは宮本選手もそうなのかもしれないですし安井選手もか。だからそう考えると昨年と比べると新規に獲得した選手が出場機会をつかむっていうところがちょっと少なかったっていうのが、まあ、あれかな残念ポイントなのかな。だからサブの質向上が課題なのかなって思ってますけどどうですかキャベツさん一通りの意見聞いて。いやそのねちょっと一つ言いたいのがさ、うん、なんかやっぱり今日こう気を使ってコメント書いてくださいねって言ったじゃない、うん、誹謗中傷がっていう話でさ、うん、いやでもそんなこと言ってでもまあいろいろ意見を言う
って誰も傷つけないで意見を言うって結構無理な話があるし、誰かを傷つける傷つけないっていうラインはもう皆さん大人なんで自分たちで決めるしかないと思うのね。だからそういうのでコメントを制限してしまってるんだとしたら俺はちょっと違うかなと思ってもうちょっと気軽に書いてもらってもいいのかなって。で別にさ、それでさ、それをやりすぎだっていうふうに思ったらさ、俺こっちが別に読まなければね、いい話だし、なんかいや、なんかちょっと制限しすぎるのはあんまり、俺この自由の国で今育ってるから、はい、まあそうですね、うん、はい、ちょっと言論の自由って言っとけばいいみたいなところあるけど、はい、まあなんかいや、うん、なんかみんな監督変えろって言わないんだなって思って。ああ、まあまあ、だって必要なポジションだったり選手って言ってるから、陸上選手じゃねえからさ。あ、そう。ああ、そっか。じゃあ今これあれなのか、陸上が今やってるサッカーの延長でっていう話なのね。その補強ポイントっていうのは、ね、ベースはそこなんだと。だから僕らの出題方法が悪かったんだと思いますよ。チームに何が必要かとかっていう投げかけ方だったらまた変わったんだと思いますけど、うん、でも若手をっていうのも本当に、いやでもこれは難しいな最初に話したのと同じ感じになっちゃうけど、結局さ、うん、今言った選手がねあんまり活躍できないっていうことになったから、うん、じゃあモーベルグ取ろうかみたいなのになってるっていうふうにも考えられるし、モーベルグが来たから出れないっていうわけ、考え方もできるわけだし、うんうん、まあそりゃ首脳陣とかね、まあ、首脳陣だけじゃない、うん、ファンサポーターもそうだけどさ、じゃあそれを超えね、松崎選手が好きな方がいるとすれば、はい、それを超える活躍をしてくれっていうのは 誰しもが望んでるものなんだけど、うん、まあやっぱチームを作るっていうのは難しいよね。うん、まああれだね、結構その意見としてうまくこう まとめてしまうのはちょっと申し訳ないかもしれないですけど、その橋岡選手だったりね、あと荻原選手かな、うん、とかっていうところが戻ってきてほしいっていう話が、うん、まあ、挙げられてたと思うんですけど、うん、でもだからそうなるときっともう理科賞ではないんだよね、きっと、おそらくね指揮官は、うん、そっか、だからちょっと複雑だとは思うんですけど、うん、でもそれはあれなんじゃないの、誰が監督だとしてもやっぱり、でも浦和のやっぱり浦和で育った子をもっと見たいっていう意見でもあるのかもしれないよ、うん、ああ、まあそうだね、純粋に多分まあ皆さんそうだと思うけど、その辺ってどう感じてる、浦和レッズユース出身の彦ってやっぱり特別、モッコにとって、いやそれは特別だと思うけどな。あ、そう、うん、なんでそっちを応援したい、いやその比較して応援したいって、うん、なんていうか抵抗気持ちはないよ俺は、うん、うんうん、どういう気持ち、特別視はしない、いや特別視はしないけど、特別って言ったじゃん、活躍するといや活躍しすると誇らしいっていう、それだけただそれだけダメそれ、いや、その他の選手と比べてとかっていうのはじゃあ違うってことなの、そうそう、だから現状のそのレベルに対して少し劣ってるけど、浦和レッズが育てた選手だからより大きくの機会を与えてほしいとかっていう思いは俺はない。うん。そうね。そこはまあじゃあまあ、うん、なんかちょっと逃げられた感じもあるけど。いや、俺逃げのもっこだから。いや、俺はでもむしろさ、やっぱなんか途中から来てくれる選手って結構さ、うんうん、ねえ、大きな決断をしてきて、くれてるわけじゃない。まあそれはね、坂井選手もそうだしね。そこの方をちょっと拾っちゃう傾向にあるんだよね。逆になんか浦和育ちの子たちには厳しく、うちの子には厳しくしますよっていうような感じがね、ちょっとね、俺のはあるね。いやーちょっとね、どうなんだろうね。その最近の子みたいなまとめ方をするとあれかもしれないけど、あまり人それぞれだからさ、感じ取り方って、うん、あんまりその厳しくすることが全ての選手にとって幸せなことっていうか、より活躍 100% 能力発揮できるかっていうのは分からないことだから、なんかこう浦和の子だからハードになんかこう
要求しても大丈夫みたいなのはないと思うんだよね。嫌な人は出てっちゃうんじゃないって思う。ああ、はい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 。まあ浦和ユース出身だとしても、うん、あんまりレッズ好きじゃなくなっちゃった子もいるかもしれないってこと？だとは思うぞ。まあそりゃそうかもしれないよね。うん、まあ、なんでいつもそんなに怒るのみたいな。じゃあボッコがもし選手だったらそんな感じ？俺だ選手だったら、うん、まず、うん、あの自分が失点に行かれたら挨拶には行かない、うん、あそうベテランの後ろに隠れるとかさどう、はいはい、いやまあそうね、うん、あの露骨にふてくされた態度を取ってると思う。そう、そう人間できてないからさ俺残念ながら。人のせいにするとかどうかなそれ。あ、人のせいにしよう。するするするね。ちょっとだからさ、本当は自分のせいだって思う、分かってるのに、うん、ちょっと怒った感じで歩くとかどう？うん、ああ、まあそれはするね。やっぱする。いや、するよ、しちゃうよ。人間だもん。あで、そういうのでもやるとあれだよ。なんだ、あいつ、ふてくされてるぞって、自分がミスったのに。いや、でもだから、俺、もう思うんだよね。態度ってさ、なんかすごく、なんか、試合中の態度はともかくとして試合終わった後にさふてくされたとしても、うん、そのやっぱりそれは瞬間的な反応であって、うん、多分結局行き着くところはあのプレーを見直すっていう意味では変わらないから、なんかそこまでなんかこうあいつのあの態度がっていうのはちょっとあまあ、精神的に未熟だっていうのもあるだろうし、いやそれがね、あのそれがね、あの私みたいにおっさんがそれやったらあこいつダメだなって思うけど、まあね、まあ、サッカー選手なんてね、多くの選手が20代であるわけで、そう、自分たちがその年の時にどうだったかって考えると、うん、いやプロとかアマチュアとかっていうはその枠組みの違いはあれど、うん、やっぱ人間的な成長っていう意味ではあのそこまで大差はないと思うから、うんうん、仕方のないことだと思うんだよね、うん、なんか確かに俺もこの前那須さんの YouTube 見てて、うん、あれ翔平高校だったと思うけどなんか、うん、なんか今度 FC 東京に内定する、うん、お名前忘れちゃったけど、はい、なんかその YouTube 見てたんだけどなんか対、うん、あの応答がさ、いやお前もっとちゃんとしろよって思ったんだけどさ、うん、見てる間に、うん、あ、いや高校生だと思ってあれもう一回りちげえぞって、一回りどころじゃないか、はい、もうね、うん、そうそうそう、俺は何を感じてるんだって、まあ、なんか自分のね、このなんかところ、環境とかって考えちゃうけどさ、うんね、高校生だったりとかさ、うん、そりゃプロの選手になったとしても、19歳、20歳だとね、うん、そりゃね、もっとなんか人間らしいこと出ちゃうよねっていうのは思うね。そうそうそう、そうだから大変あのあれですよ、いやてかもう感情が出ない方がよほど問題だと思うんで、うん、悔しいとか怒りだとかそういったものは別に全然、うん、あの出していただければいいと思いますし、うん、あの そういった感情がの高ぶりとかね、そういったものを示せる選手の方が愛される傾向にあるんで、原口選手とかもそうだよ。だから あの大いにそれで結構だと思いますよ。そう考えるとさっき、うん、さ名前が出たさ大畑選手とかさ、うんうん、結構静かだよね。なんかしかも、まあね、なんかプレーもさ、まあね、ちょっとクレバーだっていう言われ方もとかしててさ、うん、こうなんつーの、うん、元々のポジショニングがいいみたいのでさ、うん、こうなんか、うん、あんまなんか若い感じがしないね、そう考えると、うん、そうね、なんか安定の、まあ、みたいな確かに、うん、なんか若いとはとても思えないね、大畑選手なんか、うん、プレーもそうだし、ま、その後所作もさ、なんか悪いからずっと9大点取るのがうまいっていうか、うん、なんかこう若い選手だったらもっとかいい時と悪い時がこうバンバンってあってもいいような気はするけど、うん、プレーもなんかあんまりこうそういう感じがないか、うん、うん、まあ、ということで、皆さんのご意見は、しかと受け止めました。ただ、まあ、僕たちは何が補強したりっていうのはないんでね、あれですけど。はい。で、私、もうね、恥ずかしいわ、俺、なんか、うん、私はロマン枠を希望してしまいましたね。ごめんなさい、本当皆さん。皆さんが、そうやって、現実をしっかり受け止める中、私はロマン枠、サコ・マーヤ選手。サコ・マーヤ選手で、ベルディの、ディフェンダーですね。まあ、フォワードもできるっていう。サコとか名字もしかする。サコ。うん、うん、サコマーヤっていう全部カタカナのあれじゃなくてね。
サコ違う違うマーヤね。あ、はいはい、そうでね、何がいいってね、このマーヤよ、はい、いやいや、よくわからん。私の好きな声優の内田兄弟の内田真彩さんと同じなんですね、漢字も読み方も。突っ込んで、はい、ということでね、あの一番あのいいのは、あのやっぱバーディー193センチ85キロでフォワードができるのよ。夢がドリームじゃないですか。あれ、そうでもない、フィジカル中じゃないの、あなた。いや、あんまりなんかパッと来ないんだよな、その。まあ、あの、今シーズン5試合ぐらいしか出てないんで、ジェツで。え、どこだって所属チーム？ベルディですよ。ベルディか。うん。ベルディは、年代別代表にも呼ばれてる。ババ選手だっけ？ババで合ってるっけ？あの、アンダー21かなんかのいいセンターバックがいるよね。うん、はい。うん。あの人結構好きなんだけどな。なんそういうので選んじゃうからダメなのか、そのアンダーセで代表だとか名前で選んじゃうからな。俺でもそういうとこあるかも、うん、はい、だからちょっとね、違うのよ、俺もね、私バカなんです本当に。あのもうね、選手名鑑をね、うん、あの見て、うん、あの検索かけたよね、190センチ以上フィルターかけて、したらもうね、ゴールキーパーばっかなんて、ね、その中で三千と輝くこのサコ選手、輝いてた、素晴らしい、うん、輝いてた、もうピカピカに見えたもん俺の目には。とか言ってたってさ、俺たちがさ言ってた札幌のさ大二郎だってさ全然試合出てねえじゃん第2ゴールキーパーからも外れてるじゃん。あ、小次郎ね、小次郎、あ、だそうね、小次郎ね、だ大二郎、いや大二郎っていうか、もうポロクメかよ大二郎にね。身長とかだけで見ちゃったからね俺たち。そうこいつすげえぞってもうすげえの選手だ、ずっとスタメンだし、うん、セカンドゴールキーパー大谷選手だし、うん、ちょっとね、このフィジカルに恵まれた選手っていうところをこう活かせないのが日本サッカーの課題だと思うんで、あのそこをね切り込んでいきます、浦和レッズは。でも確かにな、なんか俺ちょっとそう大畑選手には悪いけど、や、高身長サイドバックとかすげえ俺は夢がドリームだと思う。いやでも酒井じゃん。いやまあそうなんだけど、なんか、うん、うん、そうだね、まあなんかこう、うん、高身長ではありえない、でも冨安選手もそうかもしれない、高身長とは思えないスピードとかさ、はい、なんか、うんうん、なんつうのかな、こう高身長の人ってそういうプレーするじゃない、なんつうの、うん、クイックネスでちょっと負けるみたいなさ、はいはいはい、のとかが想像ついちゃうけどさ、うん、そこも反応できちゃうのとかさ、いや、うん、でもショルツ選手もそうじゃない、なんかをさ結構体大きくてさ、まあねまあ、体脂肪率的にはかなり低いと思うけどさ、うん、ちょっとなんか顎とかが、うん、太くてさ、こうなんか結構がっしりしてるようなイメージあるじゃない、うん、でスピードがないかと思いきやさ、それを補うこうなんか体の使い方でさ、スッてボール取っちゃうとかさ、なんか、うん、あ、そんなうまさがあるんですかみたいな、そういう驚き、うん、はい、いいよね。そうだからちょっとね、あのフィジカルを生かしたっていうか、こういったあの選手もね、皆さんもあの調べて見つけ出したら面白いのではと思いますし、まずね、まずあのベルディさんの方であの大活躍していただいて、あの日本のサッカーのためにはね、その方が断然いいんで、あの、うん、あの頑張っていただきたいと思います。何、はい、でもちょっと待って、何その言い方、レッツでは若手は育たないと。違う、だってまだ本人も多分まだ葛藤があるだろうから、あの JS3 にレンタル移籍してね、あのまたベルディも、まあ、あの戻ってきてるんだけど、J3 ではね、この選手は2ゴールしてるわけなんだけど、フォワードも起用もされたりしてね。だからまだまだ自分の可能性は信じてるけども、どこまでできるかっていうのは暗中模索状態だと思うから、だからちょっと、ベルディさんの方で腰据えて頑張ってくださいっていうエールです。うん。はい。はい。ということでね、あのコメントは以上です。熊本愛のマメンゴンさん、ババさん、ひよこまめさん、いつもコメントありがとうございます。今週ので、ね、次週のテーマは、残り、試合、リカショーに期待すること、こちらで募集かけさせていただきますので、この動画のコメント欄、もしくは、Twitter の DM にて、よろしくお願いいたします。はい。そして、最後の話題です。日本代表新強化策、もうこれもざっくりで、ですかね、スポーツ報知さんの9月30日の記事で、日本代表は、このね、北中米のワールドカップに向けて、欧州遠征を増やすっていう噂が出てます。はい、
というのは、あの欧州はね、ネーションズリーグが始まって、欧州との練習試合が組めねえと、日本代表は。だからこそ、ちょっと欧州に行って試合をするという方に、舵を切りたいっていうのがあって、で今回のね、デュッセルドルフでの試合っていうのにも客入りなのっていうところを、まあ、あの分析しているっていう話が出ていました。うん、で、これね、あの仰天プランとしてね、欧州ネーションズリーグに参加プランも上がってきたみたいなの書いてあるんですけど、で確かにね、あのカタールがあれですよ、欧州のねワールドカップ予選に参加したっていう例がありますよ、過去に、ね、ワールドカップ予選に、そう A 組に。だけどそれってあのカタール全員でしょなんか金があるからできるのであって、あの欧州側に対してのメリットがあまりにもないから、あのプランはプランだし、あの今までね、そのお金になるから国内でそのキリンチャレンジカップみたいな形でねやることを優先してきたことが、あのに不満を持ってた方ってたくさんいると思うんですよ。もっと海外に行って試合してほしいっていう人がいたんで、方向性としてはあの皆様が希望する形になると思いますので、まあそれが選手あの日本代表の強化に本当につながるのかっていうところは結果で見ていきましょうっていう話ですね。はい、どうです？なんかあれだよな、これだったら北中米の方になんか、まあ、距離的な問題はあるんだけど、の方が面白い気がするんだけどね。要するにメキシコとかさ、この何ジャマイカとかさ、そっち系多種多様だしさ、多分だからネーションズカップ、ネーションズリーグだ、合ってる、ヨーロッパ、合ってる、それに参加する参加しないもあるけど、その前になんじゃないの、デュッセルドルフで、を拠点にするっていう欧州の、そこがまずだよね多分ね。俺その考え方はまあいいと思うし、もうでもやり始めてるっていうか、やってる、オフィスがあるからね。で、ものすごく日本人多いし、俺でも直接降りたことはないんだけど、一回ドイツ行って、あとなんかその時にちょっと見てみたんだけど、すげえ大きい日本人街があるんだよね、デュッセルドルフって。で、この前の試合見てても、そう、やっぱたくさん入ってるし、日本人の、あの観客の人が。で、そういうのがね、あるとやっぱね、嬉しいのよ、海外住んでると、それで日本人がこう集まってさ、違う国にいるけどさ、こう同じ日本人で集まれるっていう、こう国をね、こうもう一回考え、あの誇りに思い直せるっていう機会があるっていうのは、やっぱ海外に住んでる人にとってすごく嬉しいことだから、まあホームとかアウェーとかっていう考え、言い方で合ってるのか分かんないけど、まあ第二のホームとして、そのデュッセルドルフに、で、試合をね、持つっていうのはいいと思うんだよね。まあ、ネーションズカップが どうなんだろうね、でも、そのヨーロッパの選手もものすごく怪我してるよね、あの大会のせいでっていうか、それでは、ね、やっぱワールドカップの2ヶ月前に、その公式戦やる意味あるのかっていう話は、がそもそもあるよね、多分、欧州の中でも。そうね、だから試合数があまりに多いっていうのが。まあ、多分選手サイドの不満として、まあ、根深くね、欧州の場合はあるだろうから、これがそのいつまで続くかとかね、正直不透明だよね。結構なんかすぐに、クレームが出たと思うんだよね、クラブの指揮官とかそういったレベルからね、こういったものの大会自体がってこと、いや、それもそうだけどさ、そのプロサッカーリーグのさ試合数っていうのはさ、どうなると、今後どうなるんだろうね、もっと増える？いや、もう増やせないが答えなんじゃないのでも なんで増やせない？いや、まあ、でも選手の保有数だったりってところでなんとかね吸収できる部分はあるかもしれないけど、ある特定のチームの試合数が、いや要するに トップの選手たちってもう増える一方じゃない、限界じゃないか、もう疲労って意味で、移動もあるしね、サッカーの場合。もうだから2チーム前提でってクラブは持ってるとかさ、もうそういう感じでやってもいいんじゃないの？え、でもファンは嬉しくない？試合がたくさん見れればさ、
え、俺1週間に1回、まあ、そうなんだけど、1週間に1回だとちょっともう足らないんだけど正直いや、それってあなたの感想ですよねいやそうなんだけど、まあまあまあ、いやもうなんか、だから増えて、うん、俺は増やしてほしいんだよむしろ、あの、いやまあね、レッツの試合とかをさ、まあちょっとね、怪我人の話もあるし、いや2チーム分だから、まあ浦和レッズにとってどっちに転ぶか、試合数が増えたらどっちに転ぶかって考えると、現状は選手の保有数が少ないから、あの、不利に働くと思います、まず結論としてね、まあ、今すぐにやればね、そうそうそう、 でも資金力の面では、差が 出る、出し抜くまではいかないけども、差が出た場合に、有利に働く方に触れる可能性はありますね、整理するとね、だけども、ちょっとついていけます、そんなにたくさん試合あって、キャベツさん本当に。いやまあ俺現地に応援しに行く人じゃないからないやそうなんだよ、うん、で、いや理想は、理想っていうか、まあ、あの、これはもう、あの、ラジオ云々置いといて、結局多様なスポーツがあってね、あの、 B リーグも開幕するしますし、あの、あれですね、あの、楽しみ方は、まあ、野球、プロ野球なんか終わるけど、今度 B リーグ始まってっていうことで、あの、いくつもね、スポーツ見ていくと面白いと思いますよ。そういう文化じゃないの？そちらは。いや、そうなんだけどね。まあ、それはアメリカ発の文化なんだけど、いや、どうしてもさ、さっき最初の方にさ、まあ、いろんなリーグ見てるって言ったけどさ、やっぱりレッツの試合が一番面白いのよ。いや、そりゃそうよ。愛があるから。だから、なんか、できればもうちょっとレッツの試合をね、いや、てかもうむしろさ、2ヶ月とか開けないでほしいんだよね、シーズンオフで。いやいや、鬼すぎるでしょ、あなた。いや、だからそうだから、ちょっと、だからこその浦和レッズレディースがあるでしょ。え、そこを補うみたいな、そういうのじゃないじゃん、でも、だって、なんかちょっと。いや、まあ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 、同じ土俵だよね。まあ、レディースも、男子もね。いや、まあ難しい問題ですね。私なんかはあれですもん、あの、レースが好きで、うん、F1 じゃないですよ。あの、好きで、だからそれが土日なのよ。レース、レース、競馬、うん、レース、違う、競馬もまあ、あの、土日だけど、車のレースで、それが、あの、ちょうどね、11月のね、第1週にあるんだよね、キャベツさん。11月の第1週。あのラジオで、あの、報告ですけど、ごめんなさい、見に行くんで。はい、っていう。好きなものはたくさんあった方がいいって話、要するに。はい。わかる？いや、俺には愛が深すぎるとちょっと、あの、嫌でしょ、裏レッズも嫌だって。あ、そうちょっと嫌がられてる、ね、愛が深すぎて。俺レッズに嫌がられてんのかな。いや、でもだって好きなんだもんまあ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 ね、まあ、ということで、あの、いいっすよ。はい、いや、こんなもんでいいっすかこれいいっすよ。はい、いや、でも、まあ、ということで、あの、代表もね、はい、まあ、頑張ってください、うん、あの、いや、でもなんかいろいろ考えてんだよ、だから日本サッカー協会の人もいろいろ考えてるから、うんうん、頑張れよって感じで。はい、いや、もうだから、もう金集めです、金集め、金集めすべてかかってますんで。はい、でもレッツファンサポーター的に言えばさ、うん、ね、代表の試合見ないとって言えばかっこいい的なのあるじゃん。言い方あ、すいません、はいはい、言い方っす、言い方。あ、はい、俺あれ結構好きなんだけど、ああいう流れツイッターで。あ、まあね、まあね、まあね、ハードハードな感じがね、そう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 、俺いつもいいね押しちゃうもん、そういうのまあ楽しみ方は人それぞれだし、あの、サッカーと浦和レッズっていうものの捉え方 の違いっていうのは本当に面白いよね、話してた、あの、人の意見を聞いてるとね、うん、なんかもうサッカーっていうか浦和レッズなんだよね、はい、ということで、あの、本日のコンテンツは以上です。次週ですね、あの、お便り募集、残り数試合、理科賞に期待することという、非常にね、重いって捉えてるのが僕の勝手な意見かもしれないですけど、のコメントを募集していただしますので、うん、まあ、先ほどね、あの、キャベツさんも言った通り、あの、ご自由に、コメントいただければと思いますし、あの、あまりにもこの公衆の面前に出すのはあれかなっていうのは、あの、キャベツさんの DM にお願いしますあ、苦情じゃなくていや、苦情じゃなくて、お前は好きかって言ってるけど、まあ、みたいなそういう苦情じゃなくて、違います、違います、
苦情じゃない、苦情じゃない。やっぱりその特定のさ選手の名前とかなんかがこう晒してしまうことが抵抗があるっていう、そのいったね優しい方もいらっしゃると思うので、そういった方はあの今のこうツイッターじゃない YouTube のねコメントだとオープンになっちゃうんで、そういう方はあの DM までお願いします。でもあまりにもだったらあのそっと私消してしまうかもしれませんがごめんなさ い、 いや俺はもう絶対消さない、はい、もう本当に本当にいや好きにやっていいと思う、本当人間はもっと好きにやっていいよ、まあね、うん、何か感想は人それぞれですからね、そう、うん、はい、ということで、本日のコンテンツは以上でした。皆様とあの高評価とチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。はい、ということで、皆様バイ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 。